原子力艦船の戦艦入港がいつかというのが非常に、あるんですけれども、いずれにしても入港の情報が入った段階で皆さんに、メールの方はメール、電話の方はメール、あ、電話でお伝えします。でメールも電話もまだ誰も知らないかもしれないという方はちょっとメモで電話番号なりメールのアドレスを、今日のこの月例デモが終わるまでに私の方に出していただければ、必ず連絡をするようにしますので、よろしくお願いします。で今ですね、A3、16枚分の非常に大きな、パネルを作っていまして、それは事故の一覧表のパネルですね、パンフレットの中にもあるんだけれども、事故の一覧表のパネルを作って、まあ、日本語だけでもゲート前に持ってってこんなに事故を起こしてるじゃないかっていうのをやりたいと思いますので、その説はぜひよろしくお願いします。あとは細かいことは解散地点で皆さんそれぞれお伝えすることがあるんではないかと思いますけれども、大理の家庭号の中に、PFS のチラシと、それからベテランズの集会のチラシと、それから11月9日の成功させる会の、シンポジウムのお知らせが入ってますので、後でぜひ見ていただければというふうに思います。それと PFS が10月の20日なんですけれども、その2週間前からサポートセンターで PFS の T シャツ展示というのをやります。30年分の T シャツをどう展示しようか、これからなんですけれども、それを見て面白そうだからじゃあ行ってみるかというふうに思ってくれる方がいればいいなと思います。ぜひこの2週間前からですから、その間に、見に来ていただければと思います。じゃあもう1曲やってから出発しますか。もう無理水辺に立てる木のごとく我
水辺に立てる木のごとく我ら揺るがず我ら揺るがず我ら揺るがず水辺に立てる木のごとく我ら揺るがず手物を持ってください。ボードをお持ちください。とりどりあります。お好きなボードを持ってください。はい、これから出発をします。歩行者の方いらっしゃるので、左側の通行で左側の隅に寄ってお願いします。